となんとは表裏一体。ナルト聖剣を極めた6人の男たちをナルト6聖剣と呼ぶ。そしてここにケンシロウの宿命の戦いが始まっていく。集団殺人剣火山群狼剣を操る狼集団、次々に襲いかかる騎馬大王の息子たちにケンシロウの必殺剣が唸る。覚悟しておくのはお前らの方だ。ここを生きて通ったやつはおらん。レディーゴー。グアグアボー。わしの切り札を。火山公害候補。お前にかける情けはない。あちゃあちゃあちゃう。へへへ、聞かぬと言っておろうが。ならば試してやろう。俺の剣を使いたくなかったが、仕方あるまい。ケンシロウの前に現れた新たな挑戦者、その名はレイ。華麗なレイのナント水上剣がケンシロウの行く手を阻む。北とナントの対決が今再び。北斗神拳とナント聖剣、どちらが強いか試してやろう。お前が胸に七つの傷を持つ男か。レディーゴー。この手で貴様を倒すことになろうとはな。なんと水上剣。手を構えの持つ意味は貴様も知っていよう。なんと小俳優北斗流儀機構。さすがに強いな。お前なら剣王を倒せるかもしれん。奥義を尽くさねばこの俺は倒せんぞ。聖剣人生の衆、聖帝を追う彼がなぜケンシロウに戦いを挑むのか。拳と拳がぶつかり合う時、その真実は明らかになる。俺を倒そうとする人間には全てこの剣で応えるのみ。六星が乱れた時から私とお前は戦う運命にあった。レディーゴー。なんと白露剣奥義有限書。神聖の難波北斗よ、北斗神拳奥義水なんと聖剣を。あっちゃう。俺の中で生きよ、人生の衆。なんとミダルル
時、北斗現る。不死身の肉体、帝王の地、なんと極星の将、聖帝サウザー。北斗神拳最大のピンチ。バカな。確かに飛行をついたはず。待っておったぞ。レディーゴー。極星十字剣。貴様の体の謎は見切った。俺の体は生まれついての帝王の体。誰も俺を倒すことはできぬのだ。なんと法王剣王位、天正十二法。とどめだ、ケンシロウ。小生落ちるべし。ヌオ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 。北斗神拳王天破殺。お前の命はもはやこれまで。おーさ鳳凰の聖帝の夢はついえたか。負けだ、完全に俺の負けだ。北斗神拳継承者、俺の叶う相手ではなかった。あっちゃー。悲しい男よ。誰よりも愛深きゆえに、強くなくても北斗神拳継承者への道は歩める。あちゃあちゃおーさ。